色鉛筆で絵を描いています、トンです。人を描いています、モデルはいないです。大人の中にある子どもの部分というのを表現したいなと思っていて、自分の中にある感情をこの人という形にして表して絵を描いています。今回の個展もですし、2019年ぐらいからずっと取り組んでいるテーマが閉塞感と空虚感というのをずっとテーマにしています。閉塞感というのはこうギュッと詰まっているというか、こう狭いところにギュッと詰まっているようなイメージっていうのと、空虚感というのはこうぽっかりと何か抜け落ちてしまったみたいな感覚、この2つの感覚っていうのは正反対のような感覚でもあるんですけど、その2つが同時に自分の中にあるなというふうにずっと感じていて、その2つの感情の中で自分一体どうしてるんだろうって思った時にうずくまってるって思ったんですね。それ以降ずっと、テーマは閉塞感と空虚感なんですが、絵としてはうずくまっている人っていうのをずっと描いています。最初の頃に描き始めた色鉛筆っていうのは、色鉛筆にで描くってことは紙に描くよねって思ってずっと紙に描いていたんですね。でだんだん色、もっと大きな絵を描いて、もっと深い絵を描きたいってなって色を重ねてってしてるうちに、もっとそれでも全然足りなくって思ってるものに到達できなくって、どうすればいいのかなって考えていて、最近やり始めたやり方なんですが、もう下地剤、アクリル絵の具の下地剤で盛り上げから作ってしまいます。紙では平面しかできないものをわざともデコボコを作って下地を作り、そこにアクリル絵の具で色をのせてしまった、その上に色鉛筆で人を描きます。やっぱり色鉛筆で描くっていうところにはこだわりたいわけではないですけど、私にとって一番使いやすい画材なので、人物は全部色鉛筆で描きますね。今回の展覧会での、閉塞と空虚というテーマの表し方として、まず画面の中に体全体が全部入ってギュッとするっていう閉塞感というのを一つ表していて、その次に、本来塗るはずであった紙の部分だったり洋服の部分の色を塗らないということで空虚感というのを表しているシリーズだったんですが、そこからさらにこの小さい作品は切り取ってくるっていうことでさらなる閉塞というのを表現しています。なので、こういうふうにどこかのパーツを切ってくるんですが、ここにある作品すべて全身での大きな作品があります。でそこから切り取って、元の絵とまた違う色に展開してしていくことで違う表現もできますし、表現、描き方としてのチャレンジもいろいろしてますね。こうこの部分にしか入っていないとか、スパンと色を変えるとか、ね、これとかもう下地も塗らず木のベースのまま描くとか、こういうチャレンジもしているシリーズですね。この作品は100号ですね。100号って作品のサイズ感なんですが、まあ、大きな絵っていうと、まあ100号を描いたっていうと大きな絵って感じる感じだと思います。作品ってやっぱり大きければ大きいほど力も強くなるんですけど、その一つはもうここに時間をかけてる、それだけの時間と思いがこもっていくっていうのは大きいなと思いますね。あとまあ色味的にはピンクってあまり自分が使わなかった色なので、しかも大きいのでいきなりピンクっていうのは少しチャレンジな部分もありましたし、ちょっとラブリーになりすぎたのをどう抑えるかっていうのがかなり苦労したなとは思います。見てもらうと分かるんですけど、とてもテクスチャーがついています。この下地のデコボコ感、このデコボコ感に色鉛筆塗るのって感じていただけるものもあると思うので、やっぱりね、現物を見てもらうのが一番嬉しいなと思います。